が離せないのはこの人でしょう。ここ3試合で3ゴールと大活躍です。この試合は EA スポーツの完全中継でお伝えします。皆さんこんばんは。今夜は激戦必至の好カードをお送りします。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。熱戦の続くリーグ戦、この試合はこれは滅多に見られない試合になりそうですね。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。前半のキックオフです。ドリブルで相手を揺さぶります。シュートは入るか。シュートをブロックした。このボールはコーナーキックになりました。中を狙うか。これはクリアしきれないか。トレホ、クリスさん、今日は両チームに注目の選手がいますね。お互いに相手チームのマークが厳しく来るでしょうから、いかにそれを振り切ることができるのか、そのあたりを見ていくといいんじゃないでしょうか。さて、エスタディオラ・ロサレーダで行われている試合に動きがあったようです。はい、ホームチームが最初のゴールを決めました。現在スコアは1対0、時間は6分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きについてお知らせしました。ゴール前に入ってきました。ボールは中の選手へ。攻撃の流れを切ります。キーパーに近すぎました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ここはドリブルで前に出ます。中の選手を狙ってきた。クリアしました。コーナーキックです。このコーナーは誰に蹴るか。ここはクリアしました。ルーズボールになっています。Daniel Carpio. Repetimos. Daniel Carpio. ここはサイドに持ち出すでしょうか。狙いたい。守りきれるか。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。ボールをサイドへ振りました。クロスはマイナス。ここはどう攻めるか。ディフェンスが体に当てています。このパスはカットされます。ここは下がってブロックを作ります。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ここでインターセプト。ゲレーロ、ゲレーロ、ディフェンスの見事なブロック。オフサイドの判定でプレーが止まります。
ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンダーのインターセプト。ゲレーロ、パスがつながる。ゴールチャンス。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。見事なタックルです。ここでボールを奪い返します。トレホ、アルバロ・ガルシア、仕掛けてくるのか。さあどうする。コーナーキックを獲得しました。勝ち越しゴールが生まれるでしょうか。ゴール前に入れた。シュートをブロックした。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。キーパーが止めた。蹴る方が圧倒的に有利な PK ですが、こういう風に失敗してしまうこともあるんですよね。ゲレーロ、1点リードにできるか。よく止めましたが、ボールはこぼれています。ここはクリアするしかありません。タッチに蹴り出しました。チャンスにできるか。中の選手を狙ってきた。ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたが、プレッシャーがあったかもしれませんね。このボールは重要です。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ボールは相手に渡りました。ドリブルで敵陣へ持ち込む。ディフェンスがブロックしました。相手のマークに合っています。前半終了して0対0。後半です。雨が止む気配はありません。少しぬかるんだピッチコンディションですね。プレーにも影響が出そうです。鮮やかにパスを回しました。中に入れてくるか。試合は同点のまま。ゴールを狙いましたが、ここは入りません。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスはディフェンスが阻止。前でインターセプトした。ここからどうするのか。これは見事なパスカットです。この選手ですが、前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。
後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。相手に渡ります。ボールを運びゴールに襲いかかります。決まるか。決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。そしてこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。先制点は後半に生まれました。ゴールデンラヨバネカノ con el 22 José Pozo。 サイドのスペースを使います。ここから狙うのか。ゴール前までは行くのですがそこでボールが止まってしまいます。しっかりとしたディフェンスです。ドリブルで持ち込んでいます。ボールを失いました。カウンターのチャンスが巡ってきた。チャンスを生かすことができるか。いいボールを送りたい。打ってきましたが大きく外れてしまっています。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。パスしたボールはタッチを割ってスローインです。ルイス・アドビンクラ。ライン際での攻防でしたがスローインになります。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスの選手がシュートをブロック。ボールを失いました。ゲレーロ、このパスは通らない。
さてここでスタジオから情報が入ってきました。エスタディオラ・ロサレーダで行われているし、ゴールを狙う。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。ショートコーナーだ。レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。ボールはゴール前へ。ヘディングは枠に行きません。ディフェンスがいたので自由にさせてもらえませんでしたね。パスを出した先は相手の選手。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ムニシパルデ・ブタルケで行われている試合でスコアが動いたようです。いいところに出た。出て残り時間も減る中、ダメ押しとなる追加点を奪えるでしょうか。選手交代を余儀なくされます。監督としては計算外でしょう。コーナーからエリア内へ。パンチングで止める。相手に渡したかのようなパス。これはいけません。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。ホームサポーターが懸命にチームを盛り上げています。同点に追いつくことを信じていますね。選手たちもこの応援に応えてほしいですね。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。スペースへのボール、いい位置です。危ない場面もディフェンスがクリア。ゲレーロ、パスは通りません。ディフェンスにカットされました。サイドにはスペースが。ドリブルで進みます。走り込んだ味方にスルーパス。ゲレード。試合終了です。アウェーチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。次節にも期待しています。前半のキックオフです。チャンスにできるか。ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたが、プレッシャーがあったかもしれません。中に入れてくるか。試合は同点のまま。ゴールを狙いましたが、ここは入りません。決まるか。
打ってきましたが大きく外れてしまっています。